構造用合板。構造用合板とは、合板のうち、構造体力上主要な部分に用いる目的で作られたものを言う。構造用合板は、主に木造建築物の壁下地材、床下地材、屋根下地材として用いられる。構造用合板は、日本のオリン規格で定められている。構造用合板を使って、体力壁や体力床を作ることにより、 耐震性、耐風性を飛躍的に高めることができる。また、副次的な効果として、機密性や防音性を高めることができる。特に枠組み壁工法の建築物では、外壁下地、床下地、屋根下地に構造用ご飯、または構造用パネルを必ず用いるので、優れた耐震性、耐風性、機密性、防音性が確保できる。 構造用合板には以下の分類がある。JAS の基準に合格した構造用合板にはこれらを示すスタンプが押されている。厚さは主に 9mm、12mm、15mm、18mm、24mm、28mm などがある。壁下地には 9mm や 12mm のものが用いられる。屋根下地には 十二ミリメートルから十八ミリメートルのものが用いられる。床下地には十二ミリメートル二十八ミリメートルのものが用いられる。なお、特に二十四ミリメートルと二十八ミリメートルのものは厚物構造用合板と呼ばれ、曲げに強いために根太を省略することができることから近年よく使われている。サイズは主に九百十ミリメートル千八百二十ミリメートル。 910mm2440mm、910mm2730mm、mm、910mm3030mm、mm mm mm、などがある。屋根下地や床下地には 910mm1820mm、mm、のものを千鳥に並べて使う。壁下地には木造軸組工法の場合は主に 910mm。 ミリメートル2730ミリメートルのものを枠組み壁工法の場合は主に910ミリメートル2440ミリメートルのものを縦長に使う。構造用合板は複数枚数の単板、ベニヤを繊維方向を交互に重ねて熱圧接着したものであるから接着剤を用いている。接着性能としては特類と一類がある。特類は 常時湿潤状態における接着性能が確保されており、外壁下地、床下地、屋根下地など、施工中を含めて水に濡れる恐れのある場所に使う。一類は水に濡れる恐れのない場所に使う。等級は強度により、一級と二級がある。一級のものは曲げ性能、面内戦断性能等について試験を実施し、 特定の基準値を満たしたものを示す。二級のものは、そうでないものを示す。一般的に構造用合板は二級でもこれらの特性に優れているため、特別な用途でない限り、壁下地、床下地、屋根下地においては二級が主に用いられる。ジャス規格では、構造用合板の表面と裏面の品質を、それぞれ A から D までの4段階で表している。 A の方が節が少なく D の方は大きな節が多い。一般的に下地材では見栄えは重要でないことから製造されているもののほとんどは CD となっている。材料として多く使用されるカラマツは幹から太枝が林生状に生えるため丸太をかつらむきして合板を作ると特定の箇所に節が集中する傾向があり製品仕様としては CD の品質しか保証しないとされているものの、中にもたまたま節の少ない製品は存在するが、内装材として兼用することを想定し、片面だけ表面の状態の良い B を選び、直接クロス張りすることができる、要品質管理された製品もある。有害物質であるホルムアルデヒドの放散量を、海海で表す。海の方が放散量が少なく安全である。 近年では、シックハウス症候群への関心の高まりから、ほとんど会しか使われない。会以下のものは、使用量に制限がある。木造軸組工法の建築物では、厚さ 7.5mm 以上の構造用ご飯、特類を N50 釘を用いて外周部、中間部とも 150mm 間隔で軸組柱、梁、土台及び間柱に、直接打ち付けることにより、 壁倍率2.5倍の体力壁を作ることができる。この際、釘の種類と間隔を守り、釘頭が構造用合板にめり込まないようにすること。なお、両の出に干渉する部分は、構造用合板を書き込み、その付近の釘を増し打ちする。また、枠組み壁工法の建築物では、厚さ 9mm 以上の構造用合板、特類を CN50 釘を用いて、 外周部においては 100mm 間隔、中間部においては 200mm 間隔で枠組みに直接打ち付けることによ、壁倍率3.0倍の体力壁を作ることができる。この際、釘の種類と間隔を守り、釘頭が構造用合板にめり込まないようにすること。構造用合板を直接打ち付けた体力壁は筋貝を使った体力壁に比べ、 強度など多くの点で優れている。近年では外壁面においては筋貝を省略し、代わりに構造用合板を直接打ち付けて耐震性や耐風性を確保している住宅も多い。また構造用合板と筋貝の両方を使えばさらに強度を高めることができる。木造軸組工法の建築物では厚さ 12mm の構造用合板を N50 釘を用いて外周部、中間太も 150mm 間隔で、両予備根田に直接打ち付けることにより、床倍率2.0倍の体力床を作ることができる。この場合、根太は落とし根太とし、両天場と高さを揃えること、根太の間隔は 340mm 以下とすること。また、釘の種類と間隔を守り、 釘頭が構造用合板にめり込まないようにすること。なお、柱や間柱に干渉する部分は構造用合板を書き込み、その付近の釘を増し打ちする。また、厚さ 24mm28mm、mm、の構造用合板を N75 釘を用いて外周部、中間部とも 150mm 間隔で針などに直接打ち付けることにより、 床倍率3.0倍の体力床を作ることができる。この場合ネブとは必要ない。梁の間隔は重央とも9 1 0ト、mm、ルとすること。釘の種類と間隔を守り、釘頭が構造用合板にめり込まないようにすること。なお、柱や間柱に干渉する部分は構造用合板を書き込み、その付近の釘を増し打ちする。構造用合板を直接打ち付けた。 体力床は、火打ちを用いた、体力床に比べ、強度など多くの点で優れている。近年では、床構え面においては、火打ちを省略し、代わりに、構造用合板を直接打ち付けて、耐震性や、耐風性を確保している住宅も多い。構造用合板は接着剤を使用した製品である。ために、寿命は接着剤の劣化速度に大きく左右される。 また接着剤を使用する異常シックハウス症候群の問題から完全に逃れることができず、糖質性も得られない。このため構造剤として火山性ガラス質複層板が開発、販売されている。火山性ガラス質複層板はホルムアルデヒドを全く放出せず、寿命も半永久的である。糖質性も持つが構造用合板と比較して効果である。 火山性ガラス質複層板の壁倍率が設定されており、体力壁には使用できるが、床や勾配部分には倍率設定の認可を受けた製品は存在しない。このため、構造用合板を全く使用せず、耐震強度の認定を受ける建物を建築する場合は、床に無数の火打ちを設置するか、水性高分子イソシアネート系接着剤を 使用した幅派に修正パネルを採用するしか方法がない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。